うだ、エメル君。僕の魅惑の水着姿は。神様！どうしたんですか、その格好は。新しくあつらえたんだよ、ベル君。まず、君に見てもらいたくてね。そんな、神様の水着姿なんて、恐れ多くて。見てほしいから着てるんだ。気にしなくていいんだぜ。そう言われても、その、そもそも、水辺や海ってわけでもないのに、水着姿なんて。それが狙いだよ、ベル君。え？僕は気づいてしまったんだ、この世の真実に。はい。神様、大丈夫ですか？とは言っても、神々の間の噂だけどね。どうも最近の流行りは意外性らしいんだ。意外性ですか？そう！神も人も意外性のある取り合わせに弱いんだ。それがギャップ萌えって呼ばれてるらしいんだよ。もしかして、神様、それで部屋で水着を。不自然な組み合わせにグッとくるだろ、ベル君。なんだか落ち着かないです、神様。それがギャップ萌え効果ってやつさ。忘れかけていた身近にある幸せにドキドキしてるんだよ。僕、用事を思い出したので、ちょっと出かけてきます。あ、ベル君。もう、なんだヘルメスのやつ。言う通りにしたのに、全然ダメじゃないか。チッ、ベル君のバカ。それで、そのアイテムっていうのは、どこで手に入るの？この先をもうしばらく行ったところに、少し大きめの泉があるのですが、その泉の中にいる水星のモンスターからドロップするそうです。え、でも泉の中って、僕何も準備してきてないよ。それはリリがちゃんと考えていますので、ベル様は心配しなくて大丈夫です。そうなの？でもモンスターは。詳しくは到着してから説明しますので、ベル様は目の前の敵に集中していてください。わかったよ、リリ。ここがその泉？結構大きいね。それで、僕はどうすればいいの？はい、ベル様は、とりあえず泉の中にいるモンスターを一気に倒しちゃってください。え？どうやって？モンスターは、定期的に水面まで浮上してきますので、その時を狙って、仕留めていく感じです。あとはアイテムがドロップしたら、リリが水の中まで拾いに行きます。だったら僕も一緒に。いいえ、アイテムを集めるのはリリの役目です。え、リリ、何してるの？脱いでるだけって、そんな。だからってそんな、脱ぐなんて。って、あれ？その服の下のって。はい。見ての通り水着です。水中に入るのに、いつもの装備では不便なだけなので。それに、一緒に水中に入るより、ベル様が水の外から敵の様子を見て、サポートしてくださる方が、危険も少ないですし。そういうわけで、リリはこんな格好ですが、ベル様はお気になさらず。お気になさらずって言われても、目のやり場に困るというか。まあ、リリは、ベル様が少しでも意識してくださった方が、それは嬉しいですけど。そんなに目をそらされたら、逆にやりづらいです。そうだよね。ごめん、リリ。僕、ちゃんとやるから。はい、お願いします。で、ベル様？あまりじっと見つめられすぎても。ごめん！リリのこんな姿、今まであまりベル様にお見せしたことはありませんでしたし、その、あんまりまじまじと見られると、恥ずかしいというか、なんというか。え、
大丈夫。すっごく似合ってるから。かわいいと思うし。ん？もう、ベル様は、またそんなことを。ごめん、なんかダメだった。いえ、特に問題はないです。さ、すぐにアイテムを集めてしまいましょう。ベル様、モンスターをお願いします。わかった。任せて、リリー。すごいすごい、水着がいっぱいあるよ。いっぱいありすぎて迷っちゃいそう。ほらほら、アイズも早く。水着って本当にいるのかな。いるいる、そういう話になったじゃん。みんなで遠征先で水浴びしようって。エルフの子たちもいるし、水着ならいいかって。うん、そうだけど、いつも水浴びは裸だし。だから見張り立てたりするの大変でしょ。これがあればそういうのも気にしなくていいんだから。そうかな。よーし、じゃあ合図に似合うのも一緒に探そう。どれもすごくいいよね。綺麗な色がいっぱいで派手。あ、これ。わ、それもすごく可愛いね。アイズ、もしかして気に入った？うん、気になったんだけど。似合うと思うけどな。とりあえず着てみなよ。試着するだけならタダだし。うん、じゃあ一度着てみるね。そんなことないと思うけど、せっかくだし気になるなら一回着てみなよ。うん、じゃあ一度着てみるね。どうかな。おお、かわいい。いいんじゃない。すっごく似合ってる。めっちゃ似合うとるで、アイズターン。うわっ。ロキ、びっくりした。うい、二人とも殴ることないやんか。つい反射的に。どうしてロキが？うちもここに用事やってな、たまたま来てただけや。別に、キヨナたちが水着を買いに行くって話を聞いて、こっそりついてきたわけとちゃうで。へえ、こっそりついてきたんだ。あ、しゃあないやん。え？だって、みんなが水浴びとか楽しそうな話してんのに、うちだけダンジョンやから参加できひんとか寂しいし。ごめん、ロキの気持ち考えてなかった。私もごめん。そうだよね、ロキだって一緒に遊びたいよね。そうや、だから今くらいは堪能させてーな。水着姿のアイズタンの水着格闘術、案外癖になるわ。ロキ、ちょっと気持ち悪い。まあ、ちょっと同情したらこれだよ。なんか水着選ぶ気分じゃなくなっちゃった。私も。水着は明日にして何か食べに行こっか。ロキは置いてって。え？そんなん嘘やんな！あいつだ！少し、反省して。あれ、北条の女主人、今日はお休みなんだ。臨時休業って何かあったのかな。中から音が。誰かいるのかな。あ、やめて。姫、シルさん。大丈夫ですか、シルさんって。ベルさん。
水着で。そんなに見ないでください。恥ずかしい。おいおい、なんで入ってきてるにゃ。表に臨時休業の看板出してたはずだにゃ。ごめんなさい、シルさんの悲鳴が聞こえたから。それで、というか、なんで水着姿なんですか。これはアーニャが水着をくれるっていうので、サイズが合うか確認を。そしたらアーニャがふざけて水着をずらそうとするので、ついつい大きな声を出してしまって。その悲鳴だったんですか。何かあったわけじゃなかったんですね。よかった。じゃあ僕はこの辺で失礼します。ちょっと待つにゃ。乙女の恥ずかしい姿を見ておいて、ただで帰れると思ってるのかにゃ。いや、入ってきちゃったのは偶然で、別にやましい気持ちがあったわけじゃ。そんなの言い訳にゃ。たとえ恋じゃにゃかったにせよ、何らかの罪滅ぼしはしていくべきにゃ。罪滅ぼしって一体何を。そうですね、なんでそうなるんですか。だいたい僕は水着なんて持ってませんし。そうですね。どうして龍さん。僕は悪気があって入ってきたわけじゃ。そうですね。なら皿洗いとお店の掃除とかどうです。まあそれくらいならさっきの提案よりは。それじゃあお願いしますね。助かっちゃった。はい、もうどうにでもしてください。さてと、じゃあそろそろ私も着替えてこないと。この水着やっぱりちょっときついんですよね。けど皿洗いと掃除でシルさんの水着ボディを間近で見られたなら安いもんかもしれないの。グフフだにゃ。ちょっと勝手に僕の心の声を語らないでください。そんなこと思ってませんから。ベルさん、そんないやらしいこと考えてたんですね。いやいや、だから今のはアーニャさんが。なんて、ちゃんと分かってますよ。もう本当に勘弁してください。